陸で暮らす多くの人には、あまり馴染みのない航海士の仕事。実際のところどんな仕事なのか、今回は海の男たちの貴重すぎるスレを2つ紹介します。銀行員から航海士になったけど質問ある。1本目は2020年9月とつい最近のスレです。当局中暇なので、航海士ってどんな仕事？簡単に言えばでかい船で全国に荷物運ぶ仕事。船の操作、整備もろもろやります。太平洋横断とかするん？俺は内航っていう国内専門だから日本の周りぐるぐるしてる。一度乗ったら何ヶ月も乗りっぱなし。会社や船の種類によるよ。俺は3ヶ月働いて1月丸々休み。長くとも3日に1回は荷物の積み下ろしで丘に上がるし、3ヶ月の間にも休みの日はあるよ。どうして転職しようと思ったの？転職にあたって必要な資格とかある？金融機関はこれから厳しいと思ったからだよ。航海士にしたのは、超絶人手不足の業界で給料もいいし1ヶ月の休みがもらえるからだよ。資格はなくても船には乗れるけど学校行って取った方がいいね。航海士でないか、航海士にはなるなよ。ノルマないからもう最高。閉鎖空間だから対人スキルと対ストレススキルは必須だね。飯代も法律で会社負担だし、Amazon も使えるから正直何も困らないよ。スレ主は航海士に転職してよかったと感じているようですね。命の危険を感じたエピソードがあったら教えて。船を丘に繋ぐのはぶっといロープ使うんだけど、それがブチ切れて蛇のようにムチ打って、当たった鉄の柱へこませたの見た時かな。あの柱が人間だったら真っ二つだった。こっは、ロープはちゃんと結ばないと指とか平気で飛ぶとか言うよね。実際毎年人死んでるみたいだからね。意外なことに海で航海中は怖い思いはあまりしないよ。荒れてれば船出さないからね。現場仕事、それも危険な海の上となれば、航海士の仕事には相応の危険が伴うのでしょう。普段あまり目にしない航海士という職業に、スレ民たちは興味津々で質問を続けます。会社員になるの？株式会社の社員扱いだよ。保険とかも普通の会社員と同じだ。そっか、船は航海中は何人で面倒見てるの？俺の船は5人から7人だね。最低でも航海士3人、機関士2人以上いないと、今乗ってる船は動かせないと法律で決まっているよ。船のサイズによって違うけどね。5人から7人って漁船とかのイメージだけど、大きい船もそのくらいの人数とか、だいたい全長何メートルくらいの大きさなんかな。俺のは全長は90メートルくらいだね。一般的な小学校の校舎くらいかな。でっかわら、そこに5人とかすごいな。一回の航海は陸から離れて何日くらいで陸に着くの？離れてる時間は航行距離によって変わるね。例えば関東から北海道なら30時間前後だよ。後継者いなくて息子に仕込んでいます。とかサラメシかなんかでやってた。どの会社も専任の取り合いだからね。条件悪くなるとすぐ辞めて、別の会社行くのが普通の世界だから。人手不足か。狭き門。それとも門は広いけど長く続かない人が多いとかかな。両方だね。年間に学校出て資格取れる人数も限りあるし、社会人経験ない若い子はすぐ辞めて丘に上がっちゃうという話。必然的に高齢化が進み人手不足に、構造的な問題なんか、逆に転職組には合う仕事ってことなんかな。事務方に聞くと中退の方が重宝するらしい。水産高校卒とかが一番中途半端で当たり外れが大きいらしい。どこの業種も人手不足ですね。ただお給料自体はある程度保証されるらしいです。お金はあるのに、それでも航海士が不足する原因についてスレ主は答えます。やっぱり家に帰れないのと不規則な生活になること。対人関係で辞めてくらしい。若い子は遊びたい盛りだから特に。そっか、なんかトラックの運転手さんと似てるなって思った。毎日家に帰りたいならダメだろね。対人関係はどこ行ってもな。ほんと船は人が重要だよ。一人でもクソみたいな奴が乗ってくると空気悪くなるからね。あんまりひどい奴はさすがに会社がクビにするけどね。そこはトラックとは違うね。チームプレイなんかな。基本船で生活するからね。家の中に変なのいたら嫌でしょ。それと同じだよ。そっか、船は大きいけど生活というか、休憩スペースは狭いの。船によるけど、ビジネスホテルのシングルくらいのサイズの部屋を、一人で使うようになるよ。トイレ風呂は共用だ。雰囲気のええ船に当たったらええな。船はガチャはっきりわかんだね。それを言ったらどの職場も人間関係も人生も、全部ガチャみたいなもんだからな。確かにその通り、船は逃げ場がない分シビアではあるね。対人関係が大切なのはどこも同じ、集団と協調できないと船員は厳しそうです。スレ主の話を聞いて、航海士という仕事に興味を持ったスレ民も出てきました。学校行かないとなれないの、お金ないよ。未経験でも船乗れるよ。最寄りの運輸局の開示部行って未経験で求人登録すれば、会社の方からお誘いの電話かかってくるよ。ただおすすめはしない。給料はいいの、航海士、それとも乗組員。今は自席一等航海士だよ。手取りは飯代別で40万くらい。ってことは学校でないとダメなやつ。無知でごめん。出なくてもなれるけど最初は航海士じゃなくて、甲板員っていうくらいからスタートになるよ。それから乗船履歴つけて資格取って航海士になることはできるけど、かなり時間がかかるよ。時間短縮のために俺は学校行ったね。潰し聞かせるなら機関士目指した方がいいかも。船じゃなくても仕事あるし、機関士の方が求人も多いよ。小型一級持ってて開口、言うよ、渡船の仕事をしてる。かっこ雇われけど働けるかな。
機関士も考えたけど、ちょっと合わなそうなので。小型とはまた別の資格だよ。小型も船によっては必要になるけどなくても大丈夫。働けるとしたら初任給はいくらもらえるの？年齢によるけど、未経験でも手取り25くらいはもらえるんじゃないかな。資格取り歴ついていけば給料も上がるし、転職もしやすくなる。ただ学校行けるなら行った方が絶対いいよ。何事も学校で学ぶというのは大切なようですね。スレ主が銀行員からの転職税ということで、スレはスレ主の前職についての話題に。スレ主は何歳で銀行を辞めたの？その選択はとても良かったと思う。大卒から勤めて30で辞めたよ。選択としては今のところは良かったと思う。資格取り歴つけとけばどうにでもなるからね。今後船に飽きて丘で働いても、いつでも船に戻れるから精神的に余裕ができる。まあコロナでどうなるかはわからんが。職歴さえあれば大抵は似たような職種に戻れるんだぜ。ただ問題は、戻りたくないって思うような事態が自分の身に起きることと、辞めた時よりランクを下げなきゃいけなくなることだよ。転職ならいいけど退職してから仕事探すともうダメよ。他ならそうかもね。船の世界だとあんまり関係ないみたいよ。先輩たちもで戻りいるし、これも船の業界に来てよかったと思えること。銀行に30まで勤めたの尊敬するわ。もう銀行はダメだね。投信とか保険ばっかり売らされるし、店舗統廃合しまくりだし、 AI 台頭してきたらガチで人いらなくなるわ。深夜に一人作業とかで起きてると、ひょっとして世の中には自分一人しか存在してないんじゃないだろうかという錯覚を起こす。当局で外界走ってるとなるね。360度見渡す限りの水平線に自分一人、電波も入らず周りに船もいない。他にいたらなかなか味わえないね。あと2週間耐えたら35連休、週休2日のような薄い味のガムを噛み続けるような人生に飽き飽きしたら選択肢に入れてみて。航海士の仕事は、会う人にはとことん会う職種のようでしたね。続いてもう一つ、航海士のスレ主が降臨したスレがあったのでご紹介します。航海士だけど質問ある。今度のは2009年と10年以上も前のスレです。休職中だけど。船酔いしないの？もう慣れた。ただ、10メートルの波の中を走った時はきつかった。海は死にますか？精神的にすごく弱い人は死ぬと思うわら。どんなことするの？船の運転。わかりやすく言えばそんな感じ。他にも仕事はたくさんあるけどね。やっぱ黒のアイパッチは必需品なの？サングラスはあった方がいいね。俺は色付きのメガネかけてる。船幽霊に会ったことは？ドザイモンなら。ドザイモンとは水を吸って膨れ上がり、水面に浮いた水死体のことです。これまでにどんな船に乗って仕事してきた？バイトで漁船、タンカー。お給料どれぐらい？こないだまでいた会社は12から18万。最低賃金、何それ？じゃあ一さんの体験したエッチーお話聞かせて。船長の地元の港に入った時に、船長が夜中に女連れてきせん、起こされる。女たちに飯作って食わせる。酒飲まされる。部屋にて女とベッドイン、プライスレス。何それ？病気とか怖い。じゃあ一さんの体験したオカルトなお話聞かせて。臨病とかなったでわらわらわら、彼女涙目わらわらわら。オカルトねえ。ドザイモンがたまに流れてることとか、1時間前に話してたやつが海中転落して死んだりとか。1年で陸にはどのくらいいたの？2ヶ月くらいかな。内向のくせに休暇くれないからわら。船乗りって超きつそうだな。虫歯になった時なんて、もう、ね。部屋は相部屋だった。やっぱ船長とかは個室で。いや、みんな個室だよ。艦長船なんかは未だに相部屋みたいね。死体を発見したり同僚が死んだりと、海の仕事はやはり刺激的ですね。他にも、デッキで転んで骨折をしても船を降りるまで病院に行けなかったり、船員と喧嘩したりとスレ主はなかなかに破天荒な船員生活をしていたようです。航海士のおすすめメニュー、デシクとかってある？辛い料理基本ぬ。辛い料理か。キムチの素 50cc にタバスコ10滴、チューブニンニク全開握り、あればハバネロ的なもの大さじ1入れて混ぜる。卵かけご飯作って、ソーセージなんかと一緒にクソ熱いフライパンに合う。パラッとしてきたら激辛ソースかける。混ぜる。完成。俺の友達で辛いの大好きってやつに食わせたら、涙目で食べてたわらわら。これぞ男飯というレシピです。海運業とかってどうなん？やっぱ先行きくらい。日本は島国だからなくなることはないと思う。でも、この不景気で会社同士の競争も激しいし、高速道路が安くなったり橋が通ったりで、フェリーは結構キツキツって聞いた。要ソロとかマジで言うの？あと乗ってた船の乗組員はどれくらい？言う人は言う。はい、この辺でいいよって人も。ステディーもいる。4人から7人。やっぱ今も言う人はいるんだな。参考になったよ、ありがとう。にしても航海士って呼び方ほんとかっこいい。羨ましい。やっぱ風の向きとか読んで操船すんの？俺の知識、大航海時代とかゲームとかで止まってるから、的外れだったらすまん。少ないけど確かにいるぜ、わら俺とかわら。風は少しは考えるよ。風が強いから、ここは地方、かっこ陸に近づいて走ろう、ここは離そうとか。強風で横波受ける時なんかは、船長呼んで別のコース取る。今、海運業界は景気悪いけど若い人が少ないから、会社さえ見つければ航海士目指せるよ。船上でのご飯とかはやっぱ交代で作ったりするの？うまい。俺が乗ってるような船は当番制。うまいよ。たまに美味しくない時もあるけど。
いろんな人間がいるんだから味の好みもいろいろって割り切る。スレ主の戦場生活について、切り込んだ質問も飛び出してきます。航海中の性欲処理は、やっぱオナヌ、おかずはどうしてる？航海中はもっぱらオナヌ、服飾でオナニストやろうかってくらいオナヌ、おかずは携帯でー。動画見るとか、港で買った裏 DVD やえ。本、スレ内には他にも船員経験者がおり、性欲処理の話で大盛り上がりに。乗船実習しか経験ないけど、俺は航海中は全く性欲なかった。ただ部屋によっては括弧1部屋4から6人くらいへ、本散らばってて、堂々とえ、本持ってトイレ行くやつがいた。上陸中風俗に行くやつもいた。一番驚いたのは居室、娯楽室、船首などあらゆるところでオナヌした猛者がいたこと。iPod、ヘッドマウント、ディスプレイ、え、動画こそがモバイル最強おかず。次の公開のおかずはこれでき、ま、じ。性欲が全く湧かないってのも珍しいなわら。ワッチ中にブリッジでオナヌったのは俺だけでいい。ワッチとはいわゆる見張りで、船の運航状況や周囲の船舶の動きなどを監視する業務のことです。仕事場って女の人の比率少なそうだね。出会いとかあるの？俺みたいな中卒低資格底辺船員が乗る船は女はいない。出会いなんてないよ。海難事故に遭ったことってある？またはそれに近いやつ。居眠りは何回かしたことある。起きたら目の前に漁船がいて緊急回避と金わらわらわら。何歳、一生やるの？18歳。船があるなら一生やるつもり。18という若さで様々な経験をしてきたスレ主に、スレ民たちからは称賛の声が上がります。また、航海士として働きたいというスレ民も。文系大卒25歳無職だけど、これから航海士とか機関士目指せる、会議学校とか出てないと無理。56歳のサラリーマン崩れが乗ってきて、みんなで教えたら今は立派な航海士。だから、25歳なんて若いんだから全然なれる。その代わり、2年3年は俺みたいな年下からも怒鳴られるし、言うこと聞かないといけない。人間関係に悩むこともある。いっそ飛び込もうかってこともある。毎日24時に寝て3時に起きて、掃除飯炊きをやらないといけない船もある。それでもやる覚悟があるなら、待っている。36歳無職歴4年の、引きこもりのガリガリ男だけど雇ってくれますか？やる気があって、会話がそれなりにできれば大丈夫。狭い船内でもちょっとしたことを、いかに楽しくみんなをいい気分にするように話すかも、結構見られる。厳しい世界かもしれませんが、何より大切なのは本人のやる気なのでしょう。人型を見たことある。クジラなら何度も。人型は海で発見報告があるユーマかっこ未確認生物で、全身真っ白の人型をした不気味な存在です。周りはほとんどおっさん。ほとんどおじさん。おじいちゃんもいる？やっぱ航海中はネット接続できないのか。だったら俺は無理わら。携帯がいいとこわら。海上で台風とか来たらどうすんの？入れるなら近くの港に避難。ダメなら、地中というやり方がある。地中ってひらがなで書かれると全く想像つかんわら。波が来たら波に向かってエンジンかけて。ってのを繰り返すそんな感じだったと思う。船乗ってたら勉強しなくてもある程度の知識って身についてくるもんなの。それとも結構必死で勉強した。ある程度はつくよ。でも、仕事してると、のんべんだらりできた人と勉強した人じゃ差が出る。航海士って力仕事は多い。そういうこともない。でも腕力があって損はない。航海中ってなんか音楽かかってたり、かけたりしていいの？部屋で他の人の迷惑にならない程度ならオケ。たまに、漁船が鳥羽一郎とか流しながら出航してくとこ見るけど、かっこいいよね。一通り質問を返した後、スレ主は親知らずを抜くために、廃車へと旅立っていきました。就職や転職で悩んでいる人は、海の世界も視野に入れてみてもいいかもしれませんね。ゆっくりおのスレでは、他にも興味を惹かれる質問スレをまとめています。よろしければもう一本見てってく。2022年12月こんなスレが立ち上がりました。海上自衛官だけど質問ある？機密に触れる質問はあえてスルーすることがあります。ホモいる？ノンケがホモに変身することある？ワイの周りにはいない。いじめやまいって聞くけどホンマケ？幹部ではないかな。創始ならあるかもわからん。潜水艦？普通の？水上艦。今どこにおるんか？熊本に帰ってきたとこ。一般大、幹部候補生。膨大。あ、すまん。元練習員です。はい。頑張れよ潜水艦には気をつけろ。あいつらワッチ交代の時に撃ってくるからな。もう人気満了してやめてるで。今は民間の商船に乗ってる。お疲れ様です。一回の航海期間ってどれくらいなの？2ヶ月から1年。気象の落下はあるんか？艦内はない。何かおもろいエピソードある？眠すぎて飯に頭突っ込んで火傷した。戦争起こるかもとか思って不安になる？どんなこと思う？怒ったら怒ったで仕事をやるだけや。スレ内にはこんな人も現れました。Y 人気生すら1ヶ月で逃げ出したのに、2年とかストレスで倒れそう。うせやろ？いつの時代や教育隊とかかなりぬるいで。あれでぬるいんか？すげえわ。いや、何年に入隊したか知らんけど Y の頃はかなり緩くなってたらしいで。6年前くらいや。実家帰って温泉入ったら耐えられんわ。刑務所やもの。Y と同じ頃やん。ハイポートやった？ Y はやらされたけど。中堅道始めるで、ってところでやめてもうたな。Y は空やったで。そうなんか Y は舞鶴で自衛官候補生やった。
組やな。ワイは山口の防府南基地や、やめて基地から出た時の解放感は今も忘れられん。出所の時は気持ちいいよな。給料どれくらい？ 30。日本のために死ねる？家族おる？死ねるでご命令とあらば何千人でも何万人でも殺す覚悟で入った。彼女は？国家機密だから言えん。中国に勝てるんか？わからん。自衛隊ってライン禁止ってマジ？かんないわな。一致何歳や？パジャマ着れるの？何歳に見える？ 30。33や。33か。中国戦怖い？会計なら大丈夫。一致は自衛隊じゃないの？普通に会計の対応することある。幹部はどういう性格のやつが向いてる？命令とあらば何でもする開示に忠誠を誓えるやつ。災害派遣の経験ある？東日本の時救援物資運んだ。何日くらい勤務した？てか休みあった？非番の時って何してるん？ゲーム。ゲーム持ち込めるんやな。電池とか大丈夫なんか？スマホや。スレナイではこんな意気投合をする場面も見られました。一般大卒で来年から江田島地獄なんやが、訓練とか具体的に何するんや？遠泳、防水、カッター。小学校の時に水泳習ってたくらいのレベルなんやが大丈夫かな？白棒やな。水泳棒の色で訓練分けされるってやつか。白やとセーフなんか？白は泳げない組。基地はどこ？佐世保。お、ワイも佐世保基地の護衛官やったぜ。ま、こんなところにいるもんやな。さっきも言ったけど今はやめて。商船の船乗りや。防水やったことある？数年前やが4、5分でぶっちぎりのタイム出してた。訓練やなくてマジもんの。ああ、ガチの緊急部署？さすがにないな。護衛艦って衛星の押しが強いとはな、あくんよ。ちゃんとフレームを押してもらわないと、タブは馬力強いから外板ベコベコになるで。てか作業部署でそれはあかんやろ。柔らか護衛艦やん。魚雷一発でも食らったらおしまいや。今は回避とっかなんやね。無線なら避けるの簡単だけど優先だときつい。趣味とかある？釣り。F 作業とか行って船で釣りできるんやっけ？艦長怖い。そんなに。イージスアショアって必要？あるに越したことはない。最初予言やつどんくらいいた？4分の1。割とおるもんやね。音声始めたきっかけは？なんか見つけた。潜水艦はやっぱり怖い。あいつらは鬼や。射撃得意？何級？1。海って射撃検定すんの？膨大では陸海空の基本的なことを学ぶから射撃はある。アメリカ海軍すげーみたいな経験ある？空母で系。オタショップに制服で入ってくるのはコスプレなん。ガチ勢なん。なんそれ。予算増えたけど何買ってほしい？あと全部の護衛艦に H 付属しろ。すべての発射艦にミサイルを入れてほしいのと潜水艦増やせ。ヘリ？オン。観光の成績順で出席決まるらしいけど、具体的に左官以上になれるのは成績上位何パーくらいなんや。わからん。自分は二等だからわからん。空母欲しい？出雲とかがが改装されとるやろ。愛の予想だと使い物にならんけど。巷で囁かれるこんな噂を確認するスレミンも。飯うまい？うまい。ニサかニイカでワイのテンションがかなり変わる。ニサはこんなところおらんわ。ニサで音声耳やったら国防に不安なるわ。敵の飛行機の脅威度ってどれぐらい？普通のやつならイージスでなんとかなる。ぶっちゃけ今度作るクソでかい艦。あれ、どうなん？あれやろ？ヤマトより全幅でかいやつ。そそ、ぶっちゃけいるか？あれ絶対に酒飲みながら考えたやろ。使用用途によるな。護衛艦をでかくしただけなら的がでかくなるだけだからいらん。イージスアショア搭載とか言ってなかったか？それイージス艦やん。それなら普通サイズの混合型とか作れよって。やっぱり人手不足が深刻すぎるんやろうな。でかい船一個作ってそれを回すって。まあなあれや左翼が要言っとる徴兵と同じようなもんや。どんなタイプのやつが多いとかある？いろいろいすぎてわからん。睡眠時間どんくらいや？潜水艦と演習中とかは2分とか。分とかやばすぎ。あいつらは飛行隊の時に撃ってくるから総員配置の時は絶対に起きない監視。潜水艦、計画通り、見た。絶対思ってる。砲術強化船つとむし？一分隊とだけ。そうか、ワイはダスタービン上にあったからそこら辺はわからんのや。米軍どう？潜水艦なら負けんはず。国に期待することは？予算。まあな。やっぱ金か。せやせや。美人の女性自衛官って実際いる？会ったことはない。YouTube してる元じって自衛隊内でも有名なんか？ああ、狼少佐とかは知ってる。知らせいつもの手放すん？知らん。次に出てくるジパングは漫画のタイトルです。ジパングみたいにイージス艦一隻で太平洋戦争参加したらどんだけ戦えそう？それなりに暴れれるんやないかな？太平洋戦争の軍艦頑丈そうやしな。まあそこまでは無理やろうけどイージス艦は対空特化やから。確かに。艦とか言ってるトマホークあれば話は別なん。運動やろうか。トマホークって300ミリの装甲貫けんのか？有事に際して命張る仕事や飲みをやれると思うわほんま。しかも発給で。辛い時は自分の後ろには何千人何万人がいるって考えるとどうってことない。かっけえ。尊敬するわ。安心して過ごせお前らが死んじまったら戦争になってしまう。お風呂むっちゃ短いってマジ？ 5 分。シャワーしか浴びれんやないか。海水風呂ならある時が。夜間射撃はどういう感じですか？速射砲？アスロック？シースパロー？ワイは速射砲で考えたけど、水上艦はきついところが、
夜間射撃、お、に、も大変よな。お魚さん、白子だよ毒。なんかすまん。ええんやで、陸自の恩恵民は夜間射撃、意味深、の場所取り競争があるとかないとか言ってたから。バスロックヨネクラみたいなことしたらどうなるん？ワイがどかして押す。さ、押すんか。上官に怒られたことは？あったらその理由も。水深80の潜水艦見逃した。やばさがわからんちん。一致、役職バレるで。どんくらいまずいんや。国の中からモンブラン見つけれんかったみたいな。それはやばいな。多国籍の軍艦と戦闘が起きても衝突だったから憲法違反に当たりません。で実際憲法違反をごまかされたり自衛官は捕虜になっても軍じゃないから助けに行かないことになってて、安全ではない憲法の中都合よく政治に使われてるけど思う？長尾さん用で。今の憲法では自衛隊は安全ではない。命を軽視されてる。一致はそれについてどう思う？まあ上の人の考えなら黙って働くまでよ。かっこいい。報われてほしい。有事が起こらないことを祈るよ。極秘任務とか受け負ったことある？というか実態として存在するんかな。内容は言わなくてもええからイエスノーで。潜水艦なら全部極秘やろな。潜水艦は航路とか場所とか上層部でも一部の人しかわからんかったり。在日米軍と共同で任務やるときって隊員はみんな英語で会話するんか？それとも通訳おるんか？ワイは喋ったことないからわからん。映画みたいな話やな。潜水艦乗りの人と話したことあるけどめっちゃ大変そうやったわ。同人資格にも消しカスすら出せんからボールペンで書いてるとか聞いた。同人して、あとは電気のスイッチの音すらあかんからタッチパネルでオンオフするとかも。それは嘘っぽいけど、てかそんな時間あんのか潜水艦乗りは。ボールペン一発書きらしいからいけるんちゃう？ワイらは演習中は交代まで寝てるか飯食ってるかやぞ。万が一、自衛隊員が外国等日本に身柄を拘束された場合には、政府としては当該自衛隊員の即時解放を求め、解放されるまでの間は、その身柄は、少なくとも、普遍的に認められている人権に関する基準並びに国際人道法の原則、および精神に従って取り扱われるべきことは当然であると考えている。表向きは大丈夫そうやな。民間人と同じ扱いなんよ。軍だったら国連が動いてくれる。全く対応が違う。まあ捕虜になったら下でも噛み切って死ねばええ。なんてこったい。やっぱ幕僚長とかなる人は何かずば抜けてる人なんか？マジで神の息。ワイは大して愛国心とかないんやけど、体を張って国を守る人には尊敬というか憧れというかすげえなって感情が湧くわ。一致いつもお疲れ様です。おう、アンガトさん。訪問中の血霊ペナルティってどれくらいなんや？陸自じゃないからわからん。海でも一応訓練あるやろ。学校限定やけど。狼少佐知ってる？知っとるけどこの人が知ってる情報が鬼古い。エクチなチャイナ娘が寄ってきたりするん。チャイナは嫌いや。定年は今後も伸びそうなんか？伸びとるな。おそらく本物なのだろう。野党が全力で足引っ張りそう。開示より解放の方が楽なん。解放に忙しいで、しょっちゅう動き回ってる。どっちも大変なんちゃう？解放は救難、警備、消火とかやることいっぱいで大変そうだし、開示は国防のために命張っとるし。やっぱそうやな。識略は自衛官なれないってマジ？そらなれんしょ。悲しい。うんちは海に放流してんの？そら知らんな。一致、あかんやろ。陸から何マイル以上離れた海域で処理するって法律があるんやで。警務隊に言いつけるぞ、含む違反マン。ジュースおごるから黙っといて。いいや、いいじゃんだ。お前はグーだけ出せ。いいだろう。なら明日は結婚式やから寝るわ。日本が守られてるのは一致のおかげや。月並みで薄っぺらいことしか言えんけど頑張ってくれ。頑張るで。おつやで、一致も結婚するんやで。ワイの結婚式やぞ。いかんでしょ。なんで恩恵してるんや。暇だったからな。彼女やのうて女房や。気にする応援してますよ。おっといけねえ。以上です。皆さんは海上自衛官にどんなイメージをお持ちですか？船乗りの仕事は命がけで危険な代わりに、給料がいいイメージがありますよね。2020年の7月に、興味深いスレが立ちました。仕事で海洋調査船に2週間乗ったけど辛かった。もう二度と行きたくないよ。ベッド狭かった？狭いし硬い。揺れるから30分おきに目が覚めたよ。電波ある？ない。手当てはいっぱいもらえたから、カメラ買ったよ。どこの会社？特定されたくないから秘密だよ。帰ってきてから体調崩して、倒れて病院送りになったよ。兄貴も食用義士でよく船乗ってる。本業の船乗りの人すげえよ。本業さんやばすぎやろ。兄貴は食用士で船乗りじゃないよん。ただ大島の食用もやってる。楽しそうじゃん。全然楽しくねえよ。陸酔いしたんか。陸酔いと過労のダブルパンチだよ。リアルで月か水木金金を体験したよ。何の皮肉なのか、船の上で体験することになったよ。西之島でも調べに行ったん。特定されたくないから言えないよ。ちなみに大島に上陸したことならあるよ。寝るときはコップに水入れておいといた。それ言われたことあるけどやらなかったよ。ゴキブリだらけで絶望したよ。うわマジかよ。なぜか猫もいっぱいいたよ。癒されたよ。なんでコップに水入れんの？戦争で亡くなった人は、水を欲していたから、らしいよ。マジか、兄貴も大島の測量やってたから、知り合いの可能性大だな。一
部の業者しか入れないからな、あそこ。そうなんだ。怪奇現象とかなかったの？ないよ。日本軍の防空壕の中で懐中電灯で照らしたら、壁がゴキブリで埋め尽くされて真っ黒だったよ。ひえ、骨とか落ちてた？発掘されたのが並んでたよ。一月乗ったらなれるよ。騙されたと思って乗ってみ。絶対に嫌だよ。なんかスキルいるの？何もいらないよ。2週間くらいでなんだよ。2週間でそれで終わりだろ。神公然。タンカー乗ってや20台で、2000万近くもらえるのに。その分いろいろなものを失ってると感じたよ。防衛系か？島から出るときはお払い的なのすんの？靴についた土は洗い落とせと言われたよ。それはお払いとかでなく、病原や外来種対策では。ニートがその船乗ったら、どうなると思う？ニートじゃなくても嫌になると思うよ。でも釣りは楽しかったよ。硫黄島では陸から投げ釣りで、マグロが釣れるらしいよ。すごい興味あるわ。なんか船に乗る仕事はきついけど、金がいいとよく聞くし、仕事内容と給料が気になるところ。そういう普通に生活してたら、入れないところに行ける仕事憧れるわ。行ったところで何もないから面白くないよ。先輩は南鳥島で釣りしたって言ってたよ。2週間だけなら行きたい。風呂とかはどうなるの？海水風呂だよ。海水風呂ってベタベタしないの？シャワーは真水だったよ。お疲れさん。いいなぁ。内航船の船乗りになりたい。開示的な何かでは。スレは以上で終わっていました。お次は2017年の8月に建てられたスレを見ていきましょう。船員だけど質問ある？挑戦。いや調査船。クジラ。水質、塩分、水温などなど。楽しそう。公務員。民間。一度出たら何日帰れない？最長で半年。泳げる？早くは泳げないけど、デブだから浮く。最近は調査だけじゃなく、警戒業務が多いよ。営利？特殊法人。国からの委託。船員って何？なるの難しい？給料高いの？なるの簡単。給料は船員法で守られてるからいいよ。20代のガキでも普通に手取り30超える。ちなみに調査船に乗る前は、タグボートとバンカーに乗船してました。どうすればなれるか教えて。船酔いはしない？船員は全員男？ネットで検索して、免状なしでも乗船できる会社を探してみてくれ。入社できたら乗船して履歴をつけろ。そしたら筆記試験や印口述試験で免状ゲットや。免状持ってたらマグロ船乗れよ。日本人船員の平均年齢60超えちゃってて、10年後とかどうなってるの？状態だわ。せめて俺が定年になる20年後までは、今の節数キープしろよ。カツオ船に乗ってる同期いるが、給料に波があるんだ。先月手取り100万でも今月は10万とか、漁獲量に左右されるみたい。仕事内容は、料理、怒り下ろす、見張り、洗濯。下っ端時代は調理するぜ。飯炊きって言うんや。見張りもするよ、ワッチって呼ばれてる。洗濯は各自。仕事は航海士と機関士に分かれるよ。海に出ると性欲はなくなる？なくならん。港で停泊中に油やら水補給するんやが、その時、風俗行くぜ。船の上で高ぶったらどうすんねん。ん？掘られるの？掘るの？今までホモに遭遇したことないよ。お、荷が自由にできないのは辛かろう？そう考えるとヤンフではないけれど、性欲処理してくれる女性がいたらと思うな。人前では口にできないけどね。辛いが乗船中はヘトヘトで、当直終わったらすぐ寝るぜ。個室？お、ぬんできる？おかずは携帯やタブレットに保存するん。個室？今の船は Wi-Fi ついてるから、毎日ネットできるぜ。俺は白ロム数台と iPad。魚によっては寄生虫とかすごいのか？寄生虫キモいね。それよりもトロール調査中に、ハオコゼに刺されたのが痛かった。俺の経験上、寄生虫は魚よりも藻に付着してる方が多いよ。どうやってなるの？俺の場合、学校で免状取ったけど、学校行かなくても育ててくれる会社で、乗船履歴つけるのもあり。海賊とか中国船とかヤバいのに遭遇することは？海賊はないね。中国船はたまに遭遇するけど普通かな。それよりも日本船籍の、砂利船とかかなり危ないね。東京湾で衝突事故を起こす船は、漏れなく砂利船。俺がタンカー乗り合ったぜ。マジで、タンカーも給料いいよね。タンク清掃とかきついイメージある。本当にお疲れ様です。小学生の時の夏休みに、タンカーに呼んでくれたことあったよ。どっかの国まで飛行機で行って、そこからヘリでタンカーに連れて行ってくれた。で、中東の砂漠にその後連れて行ってもらったよ。え？なんかわからんけどすげえな。ワイもようわからんけど、バブル絶頂期はそんな家族サービスを、会社で手配してくれたみたいだよ。ちなみに俺は船員としては雑魚の方かな。エリートは商船大学卒業してから、大手3社に就職する。日本郵船、川崎汽船、商船三井。彼らは10年で1億以上稼ぐよ。造船所勤務の方とかいないかな？船乗りになろうかっこ稼げると考えるのはいつ、どのきっかけ？高校時代なんて、船の負の字も出てこなかったな、漁業のイメージで。高校2年生の時かな。小さい頃から乗り物が好きで、最初はトラックドライバーになろうと思ってたけど、親に反対されて船乗り目指した。いとこが船員だったのもあるね。で、クス好き？好きだよ。船員は休暇長いんで、休暇中は2日に1回はソープに行ったよ。無駄に金が貯まるから、つい無駄遣いしてしまう。はい、造船屋です。おーすごい。お疲れ様です。
溶接得意ですか？間違ってたらごめん。暇そうな仕事なイメージ。公開中は暇ですね。ドック中は激務すぎて死にそうになる。千円会館。一回行ったことあるよ。無線の講習の時、止まった。おすすめの酔い止めは？慣れない人とかいる？酔い止めは飲むなと言われるよ。俺の場合、新米の頃、吐きまくりで、胃液で喉切って吐血したよ。どのタイミングで慣れるの？毎日吐き続けたら一月で慣れるよ。やっぱり無理してでも、飯を食べるしかない。船に慣れたら慣れたで、陸酔いするんやで。あるある、地味に具合悪くなるよね。魚嫌い？実はあまり好きじゃないかも。カツオやシイラの一本釣りは面白いよ。シイラはまずいって思ってる人多いけど、釣りたてはマジうまい。ワッチ南極何時間？4時間当直。俺は0から4時、通称04。ちなみに深夜0時から4時と、昼の12時から16時、2つあるからね。視力いくつ？ 1。だけど少し色弱なんだ。だから航海士じゃなくて、機関士になったよ。航海士はフローや幻灯を目で見て、色で判断するから色弱だとまずい。船乗りいいね。それで恋愛と稼働してんの？全国各校にデートしてくれる女の子はいるよ。ボトル入れててるスナックの姉ちゃんね。特定の女性とは長続きしないよ。オカルト体験ある？俺はないけど、かなり有名な話を一つ知ってる。小さな小人のおっさんの妖精が、たまに目撃されてるね。俺の学生時代の教官も、船内でそれを見たって言ってたよ。日本で作られた船に乗ってるの？日本製、エンジンは新潟。新潟発動機か。いい機だよ、壊れないし免税制もいい。確かに耐久性高いよ。15年前のパーツが、普通に取り寄せできる。あと下手な応急修理されると本修理の時に、手間が増えることが多々あるからね。特に溶接をされていると、被害が拡大すること受け合い。できるなら FRP で頼む。たまに年配の機関長が、余計な応急処置しちゃうよね。パッキンなんかも純正品はもったいないとか言って、自作のやつ使ったりして、熱で固着したり。船乗りか。夢だな。実際は微妙だけどね。揺れるし狭いし危ない作業も結構ある。ずっと同じ船？それともいろんなの乗ってる？タグボートとバンカー乗ったよ。二回会社退職して今は調査船。同じ会社でも社内転戦ってのがあるから、ずっと同じ船には乗らないよ。貯金はいくらですか？結婚するんですか？貯金は1000万くらい。かなり無駄遣いしてるから、結婚は諦めた。でもごいすー、趣味は何ですか？趣味はスナック&風俗が良いかな。あとスマホゲーム。無駄遣いにも程がある。船員は年金厚いから油断しててもなんとかなるし、金は生きてる間にしか使えないからわかるけど。確かに。船員保険は小泉内閣のせいで、解約されたと船長が怒ってる。セーラー服着てるの？作業着だね。つなぎ、クジラとか見れたりするの？クジラはないなぁ。イルカやサメならたまに見るよ。カーゴのリノアイが来たで、よろしくやで。よろしく、デッキ？エンジン？デッキですでー。調査船って月の手取りいくらなんです？手取り40ちょいだね。食料金は別に手渡し。ファースト？定額もらってますなぁ。休暇中はいくらです？ファースト、あと数年したら機関長代行するよ。休暇中は半分いかないね。手当なしの基本給は陸上の職員より安い。カーゴ船は定期航路なんですか？また給料跳ね上がるんやろなぁ。休暇とかもらってられんですね、笑い。カーゴは休暇中も変わらんですよ、休んだもん勝ちっすわ。うちの船は定期ではないですね、太平洋側あちこち行きますね。太平洋側ならすれ違ってる可能性高いですね。うちの会社も休んだもん勝ちって風潮ありますわ。気弱な乗組員は最長で、9ヶ月連続乗船させられた方いましたよ。あるかもしれないですね。まあでも自分まだ2年しか乗ってないんですが笑い。9ヶ月、基本は何日乗って何日休みなんですか？面接時に受けた説明では、基本は3ヶ月乗船1ヶ月休暇のサイクルだったけど、実際はまるで守られてないよ。下船予定日が1月以上ずれることなんかざらにある。どの船もそんなんですよね笑い。うちの会社も3ヶ月で休暇は来ないですよ。なんなら欠員で回してりします。しかもうちの会社は、欠員手当て出さないですよ。ひどい時は、3ヶ月乗船後下船して、休暇が1週間とかもありましたよ。スレ主はどこを回遊してるの？主に太平洋側やけど、たまに日本海をさまよってるよ。26日ある短大で栄養を受けるけど受からせてくれ。清水？波方？清水なら俺の後輩になるのか。後日まだこのスレがあったら、面接した教官の名前教えてくれ。昔は国土交通省管轄で、学費もっと安かったんだぜ。今は独立行政法人だから、少し上がったんよ。ちなみに俺が学生の頃は、デッキエンジンだけじゃなく、コックさんになるかもあったんだ。だけど調理師免許取得しても船じゃなくて、陸上の普通の飲食店にばっかり就職しちゃうから廃止された。タグってオーシャンハーバーどっちだった？どっちもしたよ。校内の普通のタグ作業は楽だった。揺れないし気軽に毎日コンビニ行けたしね。陸にいる時は何してるんですか？休暇中は土日は高校時代の友達と遊ぶよ。平日は風俗かパチンコ。後半員、後半、読めない。え？後半員、かな？後半長は坊主ん使って呼ばれてる。今何歳？彼女いますか？何年目ですか？今35歳、もうすぐ15年になるねー。
彼女はいないよ。結構働いてるのですね。仕事は楽しいですか？正直、楽しくはないよ。エンジン音うるさいし。とにかく慣れだね。整備作業なんかは同じことを反復して繰り返すから、バカでも嫌でも覚える。あとは人間関係やな。これが一番重要、特に船は。まあ人間関係は陸でも重要やろうけど。狭い人間関係のためにはオカルト大事な。誰かのやったことを、誰のせいにもしなくて済むからな。全部妖怪のせいなんやで。残ってた酒瓶が空になったのも、おかずが痛むのも全部妖怪のせい。飲んじまったやつのせいでも、冷蔵庫にしまい忘れたやつのせいでもない。なんかな？あのお堅い航海訓練所の教官たちも、小さいおっさんのこと言ってたよ。多分古くからの先人の知恵だよ。殺し合いに至らないためのな。船員はすぐ刃物で刺したがる、って教官は言ってた。確かにそうかもね、実際俺も見たことないし。板を一枚下は地獄。許せない相手を許し許されない罪を、許してもらうための方便だったんだろうな。たった一人じゃ船は動かせなかったんだから。船乗りは奥様に浮気されとるイメージ。マジで ATM 貸しとるイメージ。うちの船長が託乱されたよ。乗船中になぜか奥さん二人目妊娠。だけど普通に離婚せず育てたのがすごい。君もそうなる運命なんだな。結婚してる？結婚したいんだが相手が、船酔いとかしないの？ホモですか？違うよ。出会いがないから結婚は無理かな。俺とデートしてくれる女なんか、スナックの姉ちゃんくらいしかいないよ。じゃ陸に上がったら、合コン待ち婚お見合いだな。それもありだね。だけどそうやって、段階踏むのが嫌というか面倒くさって、つい風俗に行ってしまうよ。船酔いとかしないの？海がひどくしけたら、今でも具合悪くなることあるよ。船の上ではそんなに女に酔えるのか。船の上じゃなくても酔えてるよ。まあ仕事ないならみんな船に乗ればいいと思うよ。家に毎日帰れないってのに、耐えられるなら船おすすめだね。お疲れ様です。地元が捕鯨船で有名なところで友人が乗ってるけど、お金は保証されてるけど命がけの仕事だよね。元彼は元海事だったけど、船には死んでも乗りたくないって書いて、配属希望出してるくらいだったし、船って相当きついと思うけど、頑張ってね。捕鯨船ってすごいね。民間船のチャーターかな？41だけど船乗り慣れますか？年齢制限はないですから、慣れます。機関士ってどんな仕事なの？エンジンや機械工学に詳しければなりやすい。ディーゼルエンジン自動車の整備経験なんかがあれば、すぐ覚えると思うよ。基本的には同じ。かなりでかいエンジンと思うが、構造も基本的には同じ。機械工学とかそんな大それたものじゃないよ。俺みたいに水産高校出身で、頭そんなに良くなくてもできる仕事だから。船乗りええなぁ、高校生の頃密航仕掛けたわ。密航？やんちゃだね。どこ行きか忘れたけど夜、接岸している船からタラップが降りていて忍び込んだの。そのまま沖に出られないなって厨房だねー。でもおっさんに3日って、追いかけられて逃げた。結婚してくれ。託乱されるからダメ。全員死亡だけど、ネット環境がないってことで、頻繁に帰れるタムカフェリー目指そうと思ってたけど、ネット回線ついてる船があるってマジかよ。これもうタンカー以外なら、何でも良くなってきたわ。タブは深夜タブとかあって、意外と船止まりになること多いよ。なんか人と違う世界の中で生活してるなんてすごい。ちなみに風俗のレベルが高いのはどこなの？俺も最初はそう思ってたが慣れると普通。職場と居住区が一緒なだけ。風俗？デリヘルとかソープってこと？それとも金津園とか中洲みたいな有名な場所かな？母校は？九州。エンジン希望なんだけど、デッキみたいに忙しさが選手によって変わるもんなん。やること大して変わらないんじゃないん？船によるね。作業船だと機関士機関員も、甲板上で甲板員と一緒に作業するし、緊急の時は走り回るよ。クレーン船でクレーンオペやりたい。クレーン船の経験ないからわからんけど、あれって免状以外にも他の資格って必要なんかな？玉掛けやらいるんかねー。バージと連結してるの見たことあるけど、難しそうな作業してたよ。ロイドが保険を受け付けてくれない。クソみたいな船もそこらを回遊しているから、気をつけなはれや。特にガット船なんかはヤバいイメージある。好きな食事は何？ほぼ家庭料理でしょ。若い時は肉、揚げ物、白米が好きやったねー。今は魚と野菜。スレは以上で終わっていました。休みが少なく世間とはズレも起きそうですが、お給料がいいのは魅力的ですね。皆さんは船乗りになってみたいと思いますか？